ユーボートは1981年の西ドイツの戦争映画。監督はウォルフガング・ペーターゼン。出演はユルゲン・プロホノフとヘルベルト・グレーネマイヤーなど。日本での公開は1982年、日本ヘラルド映画配給。1997年にはペーターゼン自ら編集したディレクターズカット版が公開された。 第二次世界大戦中にローギュンター・ブーフハイムが U-96 に同乗して取材した経験を元にした小説 u ボートを原作とし当時大西洋を席巻したドイツの潜水艦 u ボートの艦内を舞台として極限状態における人間のありようをリアルに描写した戦争映画当初はテレビシリーズとして制作が開始され これを映画に編集したものが1981年にドイツで公開された。それから3年後の1984年にイギリスの BBC にで全6話合計約300分のドラマシリーズとして放映され、およそ700万人が視聴した。翌1985年2月にはドイツのテレビでも放送され、全世帯の50%から60%で視聴された。 1982年に映画がアメリカ合衆国で公開されると同年のアカデミー賞で六部門にノミネートされるなど国際的に広く評価された。また、監督、脚本を手掛けたウォルフガング・ペーター全は本作をきっかけにハリウッドへと進出することになった。構想から完成まで4年の歳月を費やし3200万。 マルクという巨額の製作費の下で U ボートの実物大レプリカが建造された。このセットを用いたリアルな館内描写が作品の中心に据えられており、物語が進むにつれ薄汚れ、げだらけになり匂い立つばかりにまで演出される乗組員のありさまが他に類を見ない迫力を出している。本作の出演者は当時無名の俳優たちであったが、本作を出世作として、 以後活躍しているものも少なくない。また、クラウス・ドルディンガーによるテーマ曲は1991年にテクノ風にリミックスされヨーロッパを中心にヒットした。第二次世界大戦中の1941年秋、ナチス・ドイツの占領下にあったフランス大西洋岸のラロシェル港から一石の有望と U96 が出港する。彼らに与えられた任務は、 大西洋を航行する連合国護送船団への攻撃であった。報道範囲のベルダー将尉は有ボートの戦いを取材するため、歴戦の艦長と古参のクルー、若者ばかりの水兵を乗せた U96 に乗り込む。あれクルー来た大西洋での孤独な作手企業、ようやく発見した敵船団への攻撃と戦火、海中で池を潜めながら聞く。 敵駆逐艦のソナー音と爆雷の恐怖、そして目の前に突きつけられた死肉敵の姿。疲労した U96 の乗組員たちはクリスマスには寄港できることを願うが、母国から届いた指令は、イギリス軍の地中海要衝であるジブラルタル海峡を突破してイタリアに迎え、という過酷なものであった。中立国スペインのビゴにて偽装船から補給を受けた U96 は、 敵が厳しく警戒するジブラルタル海峡を突破に挑む。艦長、ベルナー少尉、そして乗組委員たちの前には非常な運命が待ち受けていた。艦長のモデルとなったハインリヒレーマンビレンブロック隊員。1940年から1942年まで U96 の艦長に就任、エース級の戦果を出した者の,のみに与えられる騎士鉄十字章を除君している。 ドイツのハンブルク国際開示博物館に展示されているビッグ型 U-96 の模型。左上には笑う、ノコギリザメのエンブレム、右下にはブーフハイムの原作本、ダスブートがある。フランスのラ・ロシェルで撮影に使用された U- ボート文化。本作で主人公館として扱われる U- ボートは一般に U-96 と称される。原作では UA と表記されているが、作者のブーフハイムが戦時中にその U96 に同情取材していたことや、環境量限に描かれた笑う、ノコギリザメのマーキングが実在の U96 のものと同一であることから、DVD の字幕などでも U96 の表記が見られるようになった。実在の U96 は第二次世界大戦期に、 最も多い659隻が建造されたビッグ型と呼ばれる中型 U ボートの一隻である。1939年9月16日寄港、1940年9月14日、竣工し、本作の艦長のモデルとされるビレンブロック大員が初代艦長を務めた。同艦長の元と1943年3月28日までに8回出撃し、 28隻199,087トンを撃沈破した。この功績により、潜水船隊司令へと栄転したビレンブロックが下官した後も別の艦長の指揮の下活動を続け、1943年3月に前線を退いて訓練艦となり、1945年2月に除籍となった後、1945年3月30日に、 ビルヘルムスハーフェンにて、アメリカ軍の攻撃により沈没。連合軍の対戦戦術向上により、作戦行動中に撃沈された U ボートが多い中、計11度もの作戦行動を生き延びた、けうな例である。U96 という明確なモデルは存在するものの、劇中に描かれる紹介行動及び戦闘はおむね、フィクションである。 物語中に描かれる1941年秋頃には、実感の U96 もビレンブロック艦長の下で、紹介任務を行っていたが、連合軍の対戦戦術の向上や、戦団護衛方針の転換によってか、戦果虚しく寄稿している。また、登場人物の運命も、モデルとなった人物のものとは少なからず異なっている。1979年より制作が開始され、 完成まで2年の歳月を費やした。長期間に及ぶ撮影により出演者は次第に披露し、伸び放題の髪に武将髭を生やし青白い顔をした実際の有ボートの乗組員の姿を再現することになった。館内シーンの撮影は実物大のセットで行い、特撮シーン及び特殊効果は模型を用いて撮影された。この時建造された U ボートは後に アメリカ映画、レーダース、失われた、アーク、世紀にも登場している。現在は、ミュンヘン郊外のババリアフィルムのガイド付き見学コースで、館内セットに入ることができる。クラウス・ドルディンガーによる、テーマ曲は、1991年にテクノ風に、リミックスされヨーロッパを中心にヒットした。劇中でネドに渡り、流れる、遥かなるティペラリーは、 戦前戦中期に収録された音源ではなく、1956年にソビエト連邦の赤軍合唱団によって収録されたものである。この時ソロを務めたのはコンスタンチン・ゲラシモフであり、特に二度目の演奏の際の赤軍合唱団とのコーラスパートは U96 条組員の歓喜の合唱シーンと相まって名シーンとして名高い。なお、映画と同じ音源は、 現在もいくつかの CD にて入手可能である。軍港の岩壁で、軍楽隊によって演奏される楽曲は、U-96 の出撃時は、ドイツ南東部の俗用が軍歌として採用された、別れの歌、帰還時はもともとは、オーストリア軍楽で、ドイツ軍楽展にも収録された、アルブレヒト太鼓行進曲である。ありがとうございます。